ね。ロシア海軍3機しかない貴重な新型飛行艇の1機失う。ドローン攻撃で。ロシア軍による都市や前線部隊に対する容赦のない空襲にさらされ、それを防ぐ地対空ミサイルの不足にあえぐウクライナは、今月5日に一矢を報いた。長距離攻撃型のドローン群を使って、ロシア国内の航空基地3カ所を一斉に攻撃したのだ。攻撃目標となったのは、ウクライナの前線から160km ほど離れた南部クラスノダール地方エイスクにある航空基地、同 320km ほど離れた西部クルスク州クルスクにある航空基地、同 640km ほど離れた南部サラトフ州サラトフ近郊にあるエンゲリスに空軍基地。ドローン軍はロシア側に何らかの損害を与えたのは確かだが、損害の程度はよく分かっていない。ウクライナ国防省情報総局は、地元メディアのキーウインディペンデントに、エイスクの航空基地に対するドローン攻撃で、ロシア軍機7機を損傷させたと語っている。一方、ウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS は、エイスクの航空基地へのドローン攻撃と西部ロストフ州にあるモロゾフスク空軍基地に対する空からの攻撃で、ロシア軍機計8機が破壊され、他に8機が損傷したと報告している。モロゾフスク空軍基地は、ウクライナの前線から 300km 強離れている。現時点で衛星画像で確認されている被害は1機の損傷だけだ。ただこの1機は注目に値する機体だった。希少なベリエフ BE200 水陸両用機である。 BE200 は機体重量30トン弱、ツインジェットの新型飛行艇で、輸送や捜索、救助など多用途に対応し、数トンの貨物を積載して離着水できる。アゾフ海に面するエイスクの航空基地を攻撃したドローン軍の少なくとも一部は、基地の北東端の駐機エリアに突っ込んで爆発した。そこにはロシア海軍のターボプロップ輸送機やジェット輸送機数機、スホーイ戦闘爆撃機2機などと並んで BE200 も1機あった。ドローン攻撃を受けた後の基地の様子を映したプラネットラブズの衛星写真では、BE200 は翼のパネルがなくなっていたり、燃料が漏れ出ていたりと損傷しているように見える。ロシア海軍は4年前に BE200 を手に入れたばかりだった。老朽化が進み、どんどん退役しているプロペラ駆動式のベリエフ BE12 水陸両用機と入れ替えるためだが、現在の BE200 保有数は3機にとどまっていると伝えられる。艦艇を次々に失っているロシア海軍に対する新たな打撃に、損傷した BE200 は修理可能かもしれないし、修理不能で$4,000,000、約61億円相当の損失になるかもしれない。いずれにせよ、航空基地や指揮拠点、製油所など最大 1000km 超離れたロシア領内の目標に対する攻撃を激化させているウクライナのドローン部隊にとっては、ささやかながら新たな勝利になった。ウクライナによるロシア領内へのドローン攻撃は、ロシアの制御能力を 10% ほど落ち込ませたほか、イランで設計されたシャヘド自爆型ドローンのロシア唯一の工場の施設に損傷を与えた。また、ロシア軍の戦闘機連隊の機体なども執拗に狙い、損傷させている。母数が少ないとはいえ、今回の攻撃では、ロシア軍の最新飛行艇の3分の1を失わせた可能性がある。補足しておけば、エイスクの航空基地で被害を受けた BE200 は、
もしかすると海軍の所属ではなく、製造元のベリエフ社がテスト用に所有している2機のうちの1機だった可能性もある。アゾフ海を挟んでエースクの対岸に位置するロストフ州タガンログには、ベリエフの工場があり、そこでは BE-200 や A-50 早期警戒管制機など大型機が製造されている。ウクライナ側は今年、ロシア空軍のわずか9機かそこらの A-50 のうち2機を立て続けに撃墜した後、3月にこの工場をドローンで攻撃していた。損傷した別の A-50 の破壊を狙っていたようだ。ウクライナのドローン部隊は今回、ロシア海軍から貴重な捜索輸送機を奪うべく BE-200 に照準を合わせたのかもしれない。あるいはベリエフの工場を再び狙ったのかもしれない。BE-200 がドローンの攻撃目標だったにせよ、ドローンが突入した地点にたまたまあったにせよ、その損失は一時的であれ、恒久的であれ、すでにひどく消耗しているロシア海軍黒海艦隊やその支援部隊をさらに消耗させた。ウクライナ側はミサイルや水上空中のドローン、破壊工作によってこれまでに黒海艦隊の大型艦の4分の1と航空機数機を破壊するか損傷させている。BE-200 を生産する工場がウクライナ側のドローンによる攻撃にさらされ続ける限り、ロシア側は失った BE-200 を補充することも難しいだろう。飛行艇自体はウクライナ戦争にはあまり関係ないけど、ベリエフの工場のすぐ近くの基地を攻撃されたのはロシアとしては怖いだろう。ベリエフは航空機メーカーとしてはマイナーだが、貴重な A50、A100 早期警戒機を製造しており、これでは作ったばかりの早期警戒機がいきなり破壊されかねない。工場自体も3月に攻撃されている。そうなると、ロシア空軍も損失を恐れ、早期警戒機をなかなか危険な前線に出しにくくなる。地対空ミサイルの不足が顕著になっているウクライナ軍は、出撃基地を攻撃したり、製造工場を攻撃したり、あの手この手で対抗しようとしている。ロシア軍がどんどん衰弱していく。ウクライナには感謝の言葉もない。ロシアは北方領土に対して最近口調を強めているが、逆に言えば損失が顕著で守備が難しくなっていることの表れです。これだけ海軍、空軍が損失を受けたのだから。我が国としては、ウクライナにさらに支援を行って、ロシア軍を削ってもらうのが国益にかなう。自慢の対空戦車も効果なし？ロシア防空システム、自爆ドローンに手も足も出ず。機関砲とミサイルのハイブリッド装置も迎撃できず。ウクライナ国防省は2024年4月10日、同国保安庁の戦闘ドローン部隊が1週間で6機のロシア軍防空システムを撃破したと発表しました。その内訳は、旧 K-37 ブーク、対空ミサイルシステム2機、旧 K-332 トール M2 対空ミサイルシステム2機、ストレラ10、近接防空ミサイルシステム、そしてツングースカ自走対空システム、対空戦車で、この他に対空ミサイルを運用する際に欠かせない指揮統制システムも一機破壊したそうです。これらは比較的最前線で運用することを想定した対空ミサイルシステムで、中でもツングースカは30ミリ機関砲2機と QM-311 対空ミサイルの4連装発射機2機をセットで装備する強力な自走式対空システムです。対空砲とミサイルを組み合わせることで優れた防空能力を持っていたはずですが、状況は不明であるものの、ウクライナ保安庁によると撃破することに成功したといいます。なお、
ウクライナ保安庁がドローンを使ってロシア軍防空システムを攻撃する様子は動画で公開されており、それを見ると射撃のために布陣した動かない目標だけでなく、平原を疾走する移動目標に対しても攻撃を行い、撃破していることがわかります。ドローンのような小型目標はかなりの近距離まで接近されない限り判別することができず、また機体そのものも小型なため、従来の対空ミサイルシステムでは効果的な迎撃体制を構築することができない模様です。レーダーを起動していないものもあれば動いているのに対応できないものもある。ロシアのレーダーは小型のドローンを見つけることができていないようだ。航空機やヘリなどの大きいものに対応したものなのだろう。これは自衛隊も考える必要がある。ドイツのゲパルトはドローンを撃墜するのに有効であると記載されていたので、レーダーの性能はドローンは捉えることが可能なのだと推測できる。日本の87式自走降車機関砲はどうなのだろう。ドローンがステルス性を持つのは近い将来確実だろう。対応できるレーダーを作るのはかなり苦しいのではないだろうか。対応が急がれると思う。ウクライナ、敵空港の空爆に成功と発表。戦闘機6機を地上破壊。制空権がないのにどのような方法で？自爆ドローンなど大量動員し空爆実行。ウクライナ保安庁 SBU は2024年4月5日、ロシア・ロストフ州にあるモロゾフスク空軍基地に対し攻撃を実行したとロイター通信などの各国の報道機関に伝えました。この攻撃は SBU と軍が共同で行った自爆ドローンなど無人航空機による大規模な空爆のようです。SBU はこの作戦で計6機の戦闘機を破壊し、さらに8機に損傷を与えたと主張しています。同基地はウクライナに滑空爆弾で空爆を加えている SU-34 戦闘爆撃機が多数配備されている基地であり、実際に攻撃が成功しているのであれば、空爆を多少ではありますが、軽減できる戦果となります。なお、ロシア側はロストフ州に飛来した無人航空機のほとんどである約53機を撃墜したと発表しています。